はい、こんにちは、スレイトルートと申します。ドラえもんのドラ焼き屋さん物語実況プレイ引き続きやっていきたいと思います。ということで、もうランクが8ですね。おそらくランク10がマックスで、まあ、10になるためには多分もう完璧、もうお客さん F キャラも全部とか、もうランキング1位とか、まあそんなレベルじゃないとランク10になれないと見ると、このとりあえずあと2つでもう終わっちゃう可能性がありますね。とりあえずランク9を今回目指すんですけども、まあ、評判はお菓子作ってたら、確実に行くよね。で、検定があと1個で、コンテストがあと2個で、 F キャラが4だから案外そんなに遠くもないのかなとね。ちょっとここら辺だけごちゃっとしてたんで綺麗に片付けました。で、まあちょっとこうやってね、いろいろ広げたりもあると思う。あ、待って待って、あそこにあるじゃん、お宝あるじゃん、お宝欲しい。あ、ここに埋まってますよってことだね。はい、ビー玉、はい、あーいいねいいねいいね。ちょっと待って、これ、あーしゃしゃしゃ、魔法帽子、これ美味しいね、マジで一番美味しい。はい、ちょっとなんか前後してるけど、はい、このなんかお宝を手に入れるアイテムが一番でかいかもな。これ広げた時にめちゃくちゃラッキーだもんね。で、とりあえずお客さんにアイテムを渡しましょう。盾もあれなんだ。これ、あー。これなんかジャングルなんちゃらみたいなやつが持ってた盾っぽいけど、まあ誰でもいいんだな。じゃあ山彦剣士に渡しとくか。おい、盾いるのかな？あんまり盾って感じしないけどな。ビー玉、おー、はるばるさん、あげとこう。これビー玉が欲しいんだよ、こいつ。なんかビー玉が、この、こいつの星での、なんだよな、お宝的なキャラクターなんだよな。はい。UFO はまだ渡すやつがいない。カメラは、のびすけ。のびすけ、だいぶ気に入ってくれてるようだな。ロケット G メン。あ、もう知らんキャラだな。魔法帽子。あ、満月博士が空飛ぶようになる。空も飛べるはず。何なんだろうな。どういうことなんだろう。どういうことなんだ、これは。おや、わしが魔法で飛べることしてるようだね。早速使わせてもらうよ。あんま飛び方が、ちょっと独特かなっていうのは思いますけども。ああ、ヒョンヒョロはまだ、また、観察データ。なんだこれ。エモドランが観察データなんだ。へえ。はい、あげましょう。ドラえもんの。パチモンと言われてますけども、 TP ボンはまだいないから、とりあえず渡せるものがこれと、まあ、こういうの渡してったらお客さんの買うね、ものの数であったりとか、お客さんの満足度が上がるから、結果、人気になるってことだよな。未来デバート47だから、ほらもう2個ずつで解禁で、やっぱ10で終わりだな。映像ルーム、ウルトラミキサー、邪魔者を払う、和のロッキングチェア、あー、なんだろうな、どれがいいかな、1個だけだもんな。ウルトラミキサーと映像ルームしようか。映像ルーム、違う、タイムテレビ、有名なやつだな。タイムテレビ置いて、ゴーダ百貨店には特にいいものがないと。じゃあちょっと立ててみようか。立てたらミニゲーム増えるかも。あと1個ミニゲーム増えるっぽいからな。すご、映像ルームいるかな。映画館がそもそもあったはずだけどな。いるのだろうかわからないが、立てましょうか。どこがいいかな。まあまあ、ここ空き地の横でいいか。はい、これ立てといて、お店好き度が上がりました。まあとりあえずこんなもんかな。うん、お、ロケット G メンのお願いが届きました。いや、本当にずっと忙しいんだよな、なんだかんだ言って。本当にやることが終わんないというか、すごいよね。これ、カイロソフトもまあ、4つぐらい今まで、4、5ぐらい過去やってきたけど、一番面白いなって思うんですよね。みんな的にはどうなんだろう。フルーツどら焼きとかまだ持ってないんだな。持ってそうなのにね。出張、これもやっとくべきだな。お金。僕のデザインの4人席があるといいの。4人席高えな。まあ、4人席増えるのいいけどな。こいつらのお願いちょっとめちゃくちゃなのよな。めちゃくちゃ、ほんとめちゃくちゃ、何を言ってんのこいつらっていう。これか、ちょっとな、こいつかわいいね、このドラちゃんみたいなやつ。つづれを近くに立ててほしい。 F ポイントな、どうなんだろうな。ちょっとこれをやらせてもらうか。ちょっとこれは結構ね、
結果でかいので、しずちゃんこれ F ポイントがないとね、これ324、これ置くために324かかるって、ちょっともうそれはやりすぎよね。ちょっと俺やりすぎとしか、もうこれ50、こいつらお手伝いに呼ぶのに59万4000円かかんの、やりすぎでしょこれ。何考えてんのあいつ、どんだけ自分がすごい客を呼べる存在だと思ってんだよ。ちょっとやりすぎですこれは。800人でいいね、右上のやつこなせればいいんで、間違いでも押すわけにいかんわこれ。はい、お客の移動速度上がる。いやちょっと少ないな、もうちょっとどら焼き置かないとまずいかもしれん。どら焼きしか置けないのかなこれって。高、熊呼ぶのも高、熊呼ぶのお客さんに来てもらわなきゃ。高、なんなんこいつら、こいつら給料高すぎだろこいつら。あでも改良の書取得アップとかも確かにいいけどね、お客さんちょっと来てほしい。お客さん来るみたいなのはあんまないな。お客出現度アップ冴えないし、俺最近ちょっとこれ読みました。なんか割とね、藤子作品を読むことをなんか俺このゲーム実況と実況の間の予習として、新しく読んでなかった藤子作品を割と読んだりしてるんだけど、やっぱ面白いね、冴えない面白かったね。ちょっとね、子供向け作品と大人向け作品のまあ、2パターンあるんですけども、F 先生の漫画は。サイナイさんはね、結構、この人ね、このスーパーヒーロー。まあ結構大人向け作品で、最後割となんか、ね、スターシステムのようになんか、別のとこのキャラクターとね、ちょっと、スターシステムでちょっと絡んだりとか、パーマンと絡んだりとかして、ちょっと面白かったりするんですよね。とりあえず、こなしたので、OK かな。うん、十分十分。こんだけゲットできればいいのよ。よし。で、これでパワーアップの書も。あ、どら焼きの書ね。基本どら焼きばっかなんだよな。で、これも未来コインもらえるからもう美味しいのよ、割と。じゃあ、どら焼きの書しかない。わあ、もう。わあ、でもなんか S あんのかな ?S があるかどうかすごい気になるな。じゃあ、ちょっと、コンテストかな。検定はちょっと、少し不思議、まんじゅう系。まんじゅう多分、そんなに精度高くないと思うんだよな。SF 系。SF で一番いい席が55なのよね。まあ、一回ちょっと来てもらおうか。うん。まあ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 、一回来る分にはいいかなと。まんじゅうそんなに良くないと思うのよね。そこがちょっと、不安なとこはあるけど。技術上げたいな。はい。エスパー帽子。ちょっとまあまあまあ、一応これで上げて、コンテストですよね。103はちょっと上級は無理。109も無理。お餅系、団子系、羊羹系。これ出たことないのか。まあ、ワンチャンいけるかもしれんけど、この、コイン5がちょっとな、負けたら結構ショックなの。お金だったらまあ負けてもいいかなと思うけど、8万円ぐらいだったらもう今やね、安いもんだ。だからでも163で負けてんだよね。いやこれ上級結構やばいかもな。一回じゃあこれワンチャン出てみようか。うんと試しね。かわいいポコニャ。ポコニャはなんか唯一喋らないんだよな。ポコニャはおしゃべりしないんだよね。F はまあいいか。ちょっと今回は勝つ気も、勝つ気でいこう。10万の皿って。おいおい、どこ、国宝か国宝だろ、これ。3万ぐらいだったらいい。いや、これ結構お金弾んだよ、俺。これ弾んだことをちょっとこれ、見てほしい。そっか、これ右上に BADB 平均的な評価大事なのかな。 D どうなんでしょうね。頼むよ。でやっぱ得意な人大事。うん、しずちゃん行こう。頼むよ。どうだこれ。プリンか。 Q
90。おー悪くない。やっぱあそこでお金をばらまくのすごい。でも負けてるね。三河屋さんに負けてるよ。サザエさんのキャラクターに負けてるよ。いやでもここはうちはとにかく常連客すごいから、常連客にお金ばらまいてるから。あぶねーあぶねーあぶねー。6やったーやったー。これはなんだ、何が欲しい。25かな。ちょっと上目に F350 も最高だけどな。 F350 もいいな、絶妙だな。ああくっ、うわー、くそ弱かった、悔しい。お金いら、まあお金もいるんだけどね、悔しい。なかなか手に入んないからな。いや、お金はマチャー手に入んのよな、悔しい。まあまあ、お客さんのお願いをもう雑に叶えられるっていうのはあるんだけど、これお客さんというかここら辺もね。どうしようかな。カメラ屋さんがお店にあるといいらんだろ。どういうお店なんだよ。お店の外にあるべきだろ。お店、別のお店は。コールドスリープ室、バイオポット、怖いわ。ちょっとこれ置いてみようかな。ラーメン屋が家の中にあるといいと何か言ってますので。じゃあジャイアンのデザインもはいはいはい、これでとりあえず OK だ。で、食材探し行こうか。あーでももう全部、そうね、ここのゼロのとこが結構あるから、持ってない食材があると行った方がいいのかもしれないな、ということで。まあ、F ポイントがちょっともったいなくてね、今までそんなに行けてなかったんだけど、あ、キーボーが、お願いを、キーボーのお願い叶えたい。キーボー大きくなってね、別の劇場版で宇宙に留学に行きたい行っといで行っといでそう、宇宙でね、このキーボーなんかね、ちょっとでかい、なんかウィスピー打つみたいなんですよ、カービィでいう、うん、すごいそれ面白いんだよな。下で、お、どら焼きがどのぐらいカープアップした。うぃー、素晴らしいね。 S ができたな、とうとう。で、アイスクリーム、新しいアイスクリームがこれで作れると。これなんて言うんだろうな。お、餅的なことかな。餅アイス、これはもう間違いなくあれだけどね、あれでしかないですけどね。美味しいよな、あれあれ言わないけども、まあ和食っぽさはあるか、大福だから。はい、よし、オッケー。あっ、来た、これ TP ボンじゃない。 TP ボンもね、じゃあ TP ボンの有望の全員がお客になった。 TP ボンは別だ。これなんかね、乗り物、ドラえもん、乗り物版ドラえもんみたいなキャラクターで、なんか、どんなとこも簡単に早く行くぞみたいな、そういうキャラクターなんですよね。ちょっと読んだんですけど、まだ完全には読んでないんだけど、面白かったよ、これ。なんか、まあ、子供向けって感じは、ちょっとしましたけども。4人用の席が、まあ、立てとくべきなんだろうね。ここら辺に。立てましょ、一応立てとこう。で、装飾は OK でしょ。あ、終わっちゃう。コンテストもまあまあまあ、一回置いといて、未来デパート変えるよね。どれ行こうかな。和のロッキングチェア。空気砲行こうか。空気砲、これももうドラえもんといえば見て、あ、なにこれ、あ、ドカンと言うんだべし、空気砲だったの、シューティングじゃない。なんだろう。タイミングよく空気砲打って箱を開けましょう。何が出てくるかな。特典。な、まあ、赤色のやつがいいんだ。え、これ時間制限ないのかな。どれが赤色だ。下のやつが赤色か。ああ、そういう風にギザギザっていくの。はい。うわぁ。はい。うわぁ。難しい。まあ、とりあえず打ちまくってみようか。はい、あー割となんかピタッといくな。あ、でもこれが滑る。なんドカンってなんだ、ドカン。結構打っていいんだね。え、なんか変な、あー、ネズミ出た。ネズミ出たら終わりなんだ。おお、全然ダメ、全然ダメ。今んとこミニゲーム王なってるんだけど、
そっか、緑色のやつ開いて、うわ、なんかまた違うじゃない。よし、オッケー。ドラえもん食ってるな、よく見たら。ん、どれだ、 どれだ、どれか分かんなくなる。これか。いくよ。よし、オッケー。結構入ったのかな。で、次どれいいんだっけ。黄色だっけ。はいはいはい、黄色もまあまあ入ってるのかな。ちょっと緑どれが入ってんだっけ。やった。あ、今なんかネズミが動いたぞ。あ、そういうのあんの。おお、とりあえず新記録出た。おお、あ、ネズミが、あ、ネズミがあれか、引くまでできるってことなのかな、これ。まあ、ちょっとたまにネズミ動いてるね、確かに。うん、あ、ネズミ動いてる。うわ、また変わった。はい、オッケー。下の方ネズミとりあえずいないっしょ。はいはい、あ、こっちの方いないわ。無理せず行けばいいってことかな。そんな、何それ、やめてほしい、その回転の仕方。うん、とりあえず左下の方は大丈夫。あ、やばい、あぶね、あぶね、怖っ。え、どこら辺だ、ここら辺大丈夫でしょ。これも、あ、あ、よしよし、オッケーオッケー。あれもし、あ、やったか。あー、やった、 B。 あー、なるほど、ちょっとやり方わかったね。あー、でも2回目にして結構上がりました。怖っ、上の方にいるわ今ネズミ。上の方、うわ、怖っ。左の方大丈夫。やった、あー、やっちゃったー。あ、なに、ミニゲームすべて A ランクを称えるぞ、モジャラのぞ。お、なんか今いけたな、ちょっと焦っちゃったね。やった、あー、よーし、大丈夫だったか。右のやつ大丈夫。やった、あぶね。よし、よーし、オッケーオッケーオッケー、 S いった。もうどれ入ってるかわかんないわ俺も。上の方、あ、上の方大丈夫ね。もう早い、はいはい、オッケー。あ、やったー、やったー、オッケー。これ地味にむずいわ。あ、でも全部 S いった。あれ、全部 S いったはなんかもらえないんですか。こんなに頑張ったんですけど私。全部 S いったはなんかもらえないですかね。なんかいただきたいような気はするんですけども、もらえないのか。あーあー、万来券なんか全部 S ちょっといただきたいですけどね。あ、何を願ってみますか。何これ、お客さんが全員できすぎくんだったら。しょうもないな、別にいらんな、お客さんが全員できすぎくん。いらないお願いだな。なんか面白い感じになる、なりそうな時だって、だったらやってみたいけど。ジャイアン風4人。ジャイアン風ね。ジャイアン風4人いるかな。どこら辺にしようかな。まあ、ここら辺。まあ、多分これどこでも置いていいパターンのやつだよな、これ。はい、オッケー。で、万来券。万来券なんだっけ今。ちょっと待ってね。ごめんね。万来券がおもちゃ系か。おもちゃ系だったとしたら、まあ、またここになんとなく置こうかな。はい、オッケー。ラーメン屋建てました。はい、オッケー。のび太頑張りました。持ってない食材のところに行きたい。ここだな。池のある公園。行ってらっしゃい。ああ、来た。帰ってる。留学から帰ってきた。のび太さん、ドラえもんさん。僕は進化した植物文明を学ぶため植物星へ留学します。いってらっしゃい。お別れは辛いのですがお世話になりました。では行ってきます。キーボーキャ取られてる。大丈夫かキーボー。それ売り上げが上がってますね。あ、新しいの。やっぱこういうので持ってないやつをやってっていうのがすごく大事なんだろうな。はい、和三盆、よくわかんないけど和三盆プリンいただきました。和のプリンね。あんまり強いプリンじゃなさそうだな。ニーズはありそう。誰か欲しがんじゃない。これ欲しがるやついなかったか。
ちょっとまあどんどんアイスクリーム系とか少ないもんね。生クリーム、なんだソフトクリームか。何ができるこれ。きな粉。ほう。うわあ。コク黒蜜きな粉パフェ、めっちゃうまそうなんだけど。これはあったらこれ頼もうかなってなる系だな。はい、ぴょん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 。で、誰か欲しがったりはしないんだ。改良ケーキちょっと少ないけど、まあいいや、やっちゃおう。で、作るで、今作る。お金がないんだな。お金なくなっちゃった。あんなにあったのに。ちょっと待ちましょうってことか。あんなにもお金が山ほどあった。100万ぐらいあったはずなのにね。お、立ったね。魅力が立った。お、なんか戦ってる。当選簿。ああ、こんな余裕よ。なんだこいつ。もう空気砲もありますしね。多分だけど余裕だと思う。で、記録も確定で100アップするようになってんだろうね。ああ、もう余裕。初期のザコだもんな、これ。初期のザコが復活したみたいなことだもんな。はい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 。スネオちゃんは、スネちゃんは一発でやっちゃってよ。はい。何のキャラだろうな。劇場版の誰かだと思うんだけど。で、お金。あ、あ、何？なんかのお願い。ああ。写真に収めて写真集にしませんか。マジか、すごいな。お菓子の写真集はこれ結構な感じするな。お菓子の写真集聞いたことないけど。 C 多いな。あー、チョコ羊羹。あんまりなんかチョコ羊羹写真集に向いてるかはちょっと分かんないですけど。ミニゲームは多分全部終わったんだろう。ストーリー何？来たー、キーボーがウィスピー打つに。これ劇場版ね。お、帰ってきた。のび太さん、ドラえもんさん、こんにちは。お久しぶりですね。やだなぁ。俺ちょっとがっかりするわ。言えないけどがっかりする。あ、ひょっとして、キーボー？わぁ、すっかり立派になっちゃって。あの時はお世話になりました。今回は植物性の大使として地球へ視察に来たのです。視察も何もな、もういたからな、地球に。そうだったんだね。また会えて嬉しいよ。1週間ぐらいの出来事だろこれ。植物がたくさんある素敵なお店ですね。自然を大事にしてくださっていて嬉しいです。空き地とかあるし。僕たちが作ってる和菓子も自然の四季の移ろいを大切にしたお菓子なんだよ。すごいこと言ってる。大きく出たなドラえもん。たくさん楽しんでってね。もともといたけどな、ここに長く。おー、キーボーになりました。え、お客さん候補ってことはキーボーは1回外れたの？キーボー外れちゃったの？あ、招待するんだ。エグ先生が好き。アイス系。エグ先生100のやつあるんで。じゃあちょっとまあここに、はい、ドラミちゃんとこに行ってもらいましょう。じゃあちょっと待って、あ、下で会ってるあの人。めったに会えない人。はい、ケーキ系パワーアップ。こんにちは。今回もよりすぐりの商品を売って差し上げよう。お、これここでしか買えないんだな。3回買える。これあんまり、うん、今までね、買うことはなかったもんね。ニューから買うべきか？火星抜き、こんな良さそうなもの買えないんだけど、お金なくて。すげえ！ピースケのトピアリー。20。あー、ちょっとな。二人用石とかも買えちゃうんだね。まあ、持ってないやつを買うっていうことにはしましょう。お金こんなタイミングでないのあれだけど買います。カフェテラスの池も買います。これとか欲しかったな。悔しいな。で、一本杉。はい、こんだけ。まあ、たまに会いに行くのは悪くなさそうな気はしますね。これ立てたらまあ基本的に、なんだろう、プラスになるので。あ、モジャラの像、周囲の魅力が高まるかも。周囲の魅力上げようか。宇宙のとこに行きたいってやついたよな。 SF のやつがいいってやつ。どうだ、通れんのかな。じゃあここに置いて、あ、ダメか。
じゃあここに前置こう。通れる。あ、審査員ちょうど来た。ちょうど来た。で、食材探し行ってもらおう。どこがいいかな。あ、ここいいね。牛乳がないので。で、ちょっとこのタイミングでゴーダでお餅の書あるね。はい。あれはないか。魅力アップはなかったね。ちょっと何かできることはないか。ないよな。で、試作のやつもこれも一応改良で、何欲しいって言ったっけ、お餅だっけ。まあ、とりあえずこれアップさせとこう。うん、今できることはもうそんなにないかな。お団子の素、黒糖、まあ、ほっといたらお金結構貯まってくれるはずなんで、黒糖団子、まだいるんだ。どれだ、これ作るのも楽しいね。あ、これみたらし、違う、安倍川餅、初めて知ったわ。聞いたことないな。それ聞いたことないやつだな。 D、 まあランクがあんのかな。はい、 OK で、お菓子まだ作れます。アイスクリーム、どら焼き、あ、新たなどら焼き、もうこれ終わりじゃない。どら焼きほぼマックスでしょ。あ、いちご、うわあ、これ求めてるやついた。せわしくん、とうとうせわしが来た。せわしだいぶ待たせたな。ちょっと悪いことしたわ。割と初期初期だったはずなのに。これ F キャラ揃ったんじゃない。ドラえもん揃ったかも。やったー、ようやくせわしくん来てくれた。遅かったな、カード1揃うの。4人用座席ね。あ、揃った。あ、これ誰来る。なにこれ、ゾウくんとリスちゃん。本当にこれは F 先生の作品なのか。これクッピーラムネのキャラじゃないの。あ、繋げられないわ、ごめんな。こんな大事なタイミングで繋げられませんでした。はいはいはい、まあ、立てれるやつもいっぱいあるから、ま、一本杉とか魅力が上がんのよね。ただまあ、あんまここに立てる必要があるかはちょっと怪しいけど、まあ、魅力が上がるので今のうちに。あ、ありがとう、金くれ金。その日の様子を見てみると、チョコ羊羹を使ったイベントが盛大に開催され、チョコ羊羹の写真が美しすぎると美人な若し、ハッシュタグ美人な若し。どういうことだよ、もうめちゃくちゃだな。あ、そうか、ラーメン大好き、ジャイコ来たー。ジャイ、とうとうジャイコも来ましたよ。生クリームと、あ、きな粉、さつまいも、さあ作っちゃって、うわー、さつまいもパフェ。ちょっと洋風をやっぱ一応和菓子だから和にアレンジして出してんだよな。こだわりが半端ないもん。えい、桜餅、あ、当選簿、もうここに来てまたあったなと。もうこんな余裕だからね、もう何もしなくたって勝てんだからこんなの。はいはいはい、ジャイコ桜餅欲しいって言ってたっけ、今出てたよな。でもジャイコはもう桜餅はもう持ってると思うんだよな。これね、ブリキのラビリンスのボスですね、こいつ。この話も結構怖くて好きなんですけども、もうこれは勝てるなったね。うん、はい、ゴルゴンの首、はい、ありがとう。伸びた弱点狙いました。くんじゃないこれ、もう絶対。アイテム、ヒョンヒョロ来た。あ、いやー、あ、ヒョンヒョロ、いやでもこれじゃないな。タイムボード、 TP ボーンは仲間な。ラーメン、小池さんっていないのかな。せわしくんにあげとこう、ラーメン。はい、せわしくんまだお店そんな好き。あ、来た、ユーボ、はい、あげるよー。なんかね、このちょっとボワーンってなる高校、普段これなのよ。俺が読んだなんか1話2話ぐらいはこれだったのよ。ありがとう、 UFO くれて嬉しいけど、僕 UFO に変身できるから今度から飛んでくるね。じゃあ UFO 返してくれよ、いらんだろお前。じゃあジャイコは、あ、ジャイコ、お、桜餅はまだ持ってなかったか。まだ持ってない子、マジか。思い出ちょっともらうでしょ。まだ買えないか、デパート。あ、観察データとか、いいねいいね。
材はもう持っちゃってるし、お、なんか入れた。お、あーどうだ、微妙なとこだな。いけそう、いけそう。魅力、よっしゃー、品質こんな良かったんだ、くず餅。よっとー、検定が今までだとね一番きつかったりしたんですけども、じゃあスネを上げましょう。やった、嬉しい。いやー魅力アップ嬉しい。いざって時に使おう。じゃあショップ未来デパート、あーじゃあミラウルトラミキサー、これあんま何なのか分かってないけどいただいておきましょう。これもいけない、どんな効果があるかをお楽しみ。なんだこれも、なんか端っこの方に置いていい系だよね、多分余ってるようなスペースにさ、まあ、どこも別に余っちゃいないが、まあこことかに置いて、でできたらきっと魅力上がるんだよな、近くに家があると。はい、ナイス。おお、あれまだ C だな。4つずつ持ってんのか。羊羹改良ありがたいね。お、イベントに来るはずのご当地アイドルが来れなくなった、誰か代役を紹介してください。しずちゃん行ってこい、おいでよ。アイドルっぽいキャラ、あ、あ、あれだ、パーマン2号とかはアイドルですよ。ミオちゃん、コロスケ大きく出たな、コロスケよ。あ、あ、そう、パーマン2号じゃない、パーマン3号ね。これなんかスミレちゃんだよね、ドラえもんとかに出てくるアイドルの子。希望が叶ってますね、なんか。はいはいはい。あ、新しいトレーニング増えた。なんか増えたの。もあ、いいね、ここ行っとこう。とりあえずこういうとこに行ってもらうと。で、トレーニングができるようになったんだったら、まあ、36しかないが、どれができるようになったんだ、掘り抜い、あっどういうこと、どういう、めちゃくちゃ気になんなーこれ、どういうこと。ドラえもんとのび太が交代するみたいなやつでしょ。ドラえもん、ウルトラミサーを使ってのびえもんになろうよ。めちゃくちゃいいね、お客さんになってお菓子を食べちゃおう。何言ってんだこいつ、ウルトラミキサーのびえもんになった。え、あー、のびえもん飛んできた。何、のびえもん何すんの。おー、空から来たのびえもん。のびえもん何、めちゃくちゃ食うのかな、ピクニック。おー、この F ポイント、まなんとなくニューのとこに来たさあるけど、あー F、 まあ F もいいんだけどね、やっぱお店好き度って俺超大事だと思うのよ。お店好き度の横のあれなんだろう、あ、違う違う、あのこのこれなんだろう、このこのなんかピンク色のこれって何のことだろう、あんま分かってなかったな。お金いらんな、まあ、今お金ないっちゃないんだけど、あ、人気観光地高原の、まあ行ったことないし、いい季節に行こうかな。でもここに行こうか、お店好き度めっちゃ大事だもん。おー、やったー、初めて来た。おー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 、やっぱ大事よ、やっぱこれ前半、あー、やった、前半に来たキャラクターめちゃくちゃ大事だな。はい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 、え、どうした、あー、一人なのか、4人で一人なのね。いや結構結構あれだな、溜まってきた感じはあるな。これ大事だわ、いいピクニックでした。そうですか、ありがとう。やったー、これもうまたあれじゃないの、アイテム、アイテムはまあ大丈夫か、魅力アップぐらいか。お願い、ウサギを招待、今はもういけるか、あ、招待してんだ、いつ来んだ、今日来んのか。96,000 F ポイントがな、いるからな、まあ、上げられんのはいいんだけど、まだ未だにいけてないやついんのすごいな。桜餅まだ作れてないんだな。あ、また当選棒か、こいつら鬱陶しいな、もう余裕なんだからな。はい、余裕、まあこういうのはいいでしょう。で、あ、ドラえもんが入れてる、これが上がっていくタイミングが一番なんか気持ちいいわやった人みんな思うだろうな、これ気持ちいいって。はい、でお金あるからもう、これ作れるでしょ。お餅で新しいのが作れます。ピーナッツ、なんだ、
何が作れるの、ピーナッツで。ピーナッツと醤油、ちょっと甘辛なやつ。え、柿の種和菓子。うん、まあ和菓子。うん、でもなんかこの上等な柿の種とかもらったら一番嬉しいかも。めちゃくちゃカロリー高いんだけど柿の種。ピーナッツいらないな俺の中で、正直な話。でも柿の種とかもういっちゃ嬉しいかも。いい柿の種てか普通に亀田の柿の種でいいんだけども、全然それでも超うまいから。もう作るものがこんなに増えてる。ケーキ生地、すげえな、すげえな、止まんねえな、できることが。あ、これ欲しがってた人いた。これ絶対欲しがってる人いたよ。えい、誰誰だっけ欲しがってた人。覚えてるよ俺は。ククル、なんでお前抹茶なんだよ。日本っぽいけど。やったー、日本誕生の全員がお客になった。ドラグリーで、あのドラとなんだっけ、ペガと、ドラペガグリかはのドットあったのになんでいないんだよと思うけど、なんか作られたりするかな、こっから来たりとかさ。来てほしいけどな。ケーキ生地、お金かかんな。抹茶と、抹茶となんだ、メレンゲ、美味しそう。おお、もうほぼもうあんま変わらんけどな、さっき作ったのと。シフォンケーキもまあまあバームの方が好きだけど俺は。はい、あいつ出てる、のびえもん。いつのびえもん2人いるけど、ドラえもんも右いるけど、なんかややこしいことになってるよ。のびえもんがいることで何か変わんのかな。 TP ボン来ましたね。これも結構なんか4巻5巻ぐらいあって、割と長めのね連載作っぽいんだよな。まあ増えたな作品。じゃあせっかくだから、ゾウくんとリスちゃん、なんだこれ、ゾウくんとリスちゃん一番読みたいわ。なんならね、藤子感がね一番薄いんだよな、 F 先生感。あ、めっちゃびっくりしてる、なんだ、めっちゃびっくりしてたけど、なんだったの、キャプテンボーン。うん、これも知らんな。なんかモップみたいなやついるけど、でも似てるんだ。読んでみてえな、いつかはちょっと一回極めて。な、来んじゃないゾウさん、やったー。リスくんは、リスはいんの、いるんだ、ゾウくんとリスちゃん一体誰なのかわかんないけど、ゾウくんとリスちゃん。 お願いがどんどん届いております。いや、もう F キャラは揃ったんだろうな。あ、招待だ。あ、招待してる、キャプテンボーンも招待してんだ。あ、じゃあもう来てる、もう行けるってことかな。はい、おい、オッケー、ありがとう。のび太は探検ばっかしてんな最近は。あー、ここクリーム、これもまあ大事かな。じゃあこれちょっと取ってきてもらおう。で、お菓子がまた作れる。もう終わんない、本当に終わんないよ。寒天、抹茶寒天かい、違うよ。待って、抹茶寒天かな。寒天で抹茶、あ、それだけじゃないんだね。組み合わせすごいな、ドラえもんが頑張って開発してんだなこれ。それをスネ夫が改良して、抹茶系が今回はすごいね。抹茶系がどんどんできていく。もう F キャラは多分事足りたような気はする。ちょっと見てみましょうか。ここじゃない、お菓子で運営か、運営ランクアップ。あ、じゃあもうコンテストあと1個取るだけだ。じゃあちょっと見ていかなきゃな、こうなってくると。まだ怖いけどな、のびえもんになる。のびえもんもなってるんだよな、1回なったらいいのかな、ちょっとよく分かってないけど。さてさてさて、どうだコンテスト。103、123、94、133、過去の記録なし、 F40。 あんみつやっぱちょっと F ポイントとかで強くしなきゃダメなのよ結局。だからちょっと F ポイントとかに余裕あるタイミングでいこう。結局飾りだからさ和菓子って
あの人たちね、審査員の人たち味見てないからね、基本的にあのもうなんだろう、豪華そうだったらポイントくれ、ま、くれるんで、あの人たちで。ちょっとお金貯まるのをちょっと、待ちたいと思います。お、戻ってきたパーマンサー号。ちょっとほっといたらすげえお金も F ポイントも貯まるね。ご当地アイドルどころか本物だのアイドルだからな。これ銃欲しいね。コインの方が欲しい。やっぱコインが一番レアな気はするな。最終的にいらなくなるかもしれんけどね。よし、オッケー。じゃあちょっとアイテムはまあいいな。まあ、魅力上げんのもありだけど、運営でショップ。これで今あるものは全部来た。声かたまりん。おー、すごい。なんかわーってね、あの文字がね、あの出るようになるっていうね。文字がなんか、なんだろう、カタカナの文字がそのまま石みたいな感じで出てくるみたいなね、アイテムですよね。さあ、まあ、たまったっちゃたまったから、お金もたまったっちゃたまったから、行ってみてもいいかな。うん。じゃあ、コンテストちょっと行ってみましょう。で、まあ、ケチらずに行くっていう感じで、140。155。うん、これでいこう。あんみつ。で、飾り付け。うちのあんみつはマジですごいはずだから。かわいい、かわいい。めっちゃかわいい。で、基本的にケチらない方向で、勝ちたいから30。はい。これがいいらしいですよ。なぜかね。50万はさすがにちょっとな、勇気が足りないな。50万はちょっとやりすぎだと僕は思うんですけども、15でいい。で、マットショー2万。いや、高っ。 BBCB、 まあ A とかないけどいいかな。そんなに悪くないでしょ。元のポイントも高いし。得意、これジャイだな。うん、得意で技術も一番高い。ジャイ技術一番高いんだな。お、よしよし、これは勝った。あ、待って、366。いや、これもう勝てる、勝てる。で、うちはもう常連が来てくれるから、お店に来てくれんのよ。とにかくこういうイベント全参加だから。はい、いやー、よし、結構まあまあまあ30点ぐらいで勝った。はい、これでランクアップだ。これ、あー、 F ポイントかな。いや、どれでもいいけどな。いや、こっちだ。どうだ、よし、オッケー。今から増えるもんね、買えるやつが。未来コインがマックスポイントゲットで、ジャイので、これでオッケー、ランクアップ。来たよ、もう人の層がすごいもの。こんにちは、ランクアップしたって聞いて飛んできたわよ。最後ドラミちゃんとかも来ると思うんだよね。え、ドラミちゃん固くなにお店には寄ってくれないからな。お店の前で買えんのよ。家の前で買えんの。家に入ってくれない。何が入ってんの？ピースケのトピアリ、畳の廊下。ありがとうございます。そっか、ほ、最終話マジで先生。え、あのねえ、この人なんか嘘をついて和菓子屋をやらせた回りくどい人。いろんな不思議な世界とたくさんつながって、いろんな人たちも仲良くなれましたね。ありがとう、君たちのおかげだよ。これでやっと旅に行ける。え、マジで？旅って？旅ってどこに行くんですか？おや、君たちはもう見ただろ。ミステリートレインで宇宙に行くのさ。おー、言ってたね。あの、切符持ってんだよな。ミステリートレイン？切符は1枚しかないからみんなで乗るのは無理ですよ。いやいや、この人だけが行くんだろ。はははは、大丈夫。実はこれは貸し切り切符なの。え、みんなで？だからみんな乗れるよ。もちろん君たちもね。まだジャイ子来てないの。まだジャイ子仲間なってないのよ。ジャイ子も連れてってあげよう。え、僕たちも乗れるの？やったー。あー、素敵やん。乗ったの？みんな乗ってたのかな。あ、これが列車の中？豪華じゃない。僕ちゃんにぴったり。まるでホテルみたい。星空の中でお風呂に入れるのね。これが本当の露天風呂ね。あー、しずかちゃん、うまいこと言ったように見えてそうでもないです。ルームサービスがあるぜ。車内テレビも面白いアニメもやってるし、乗り心地もサービスも言うことなしだな。小さなデコボコ星がたくさんある。ぶつかりそうでスリルあるな。みんなコメントうまいな、それぞれ。
この辺は小惑星帯だよ、わーなんか映画の始まりだったらぶつかるけどな。これ展望車からは木星や土星も見れるんだよ。腰を下ろしてゆっくり眺めようよ。あの博士結構タイマイはたいたのかな。貸し切り切符ってすごいよな。あー楽しかった。お客さんたちもみんな喜んでたね。僕たちこそおじいさんに感謝だね。まあ俺はやったかやったね。あれおじいさんが見当たらないね。え、おじいさんなんていなかったみたいなオチ。さっきまでそこにいたはずなんだけど。おじいさんとっても嬉しそうだったわよ。おいのび太、ここになんか置いてあるぜ。誰かの忘れ物じゃねえか。おいおいおい、あのおじいさんって、F 先生だったってこと。そういうこと。いや泣けるんだけど、それマジで鳥肌立つ。これありがとう。パイプとベレー帽かなこれは。そんなのつけてるお客さんいたか。それにしても一体どこへ行っちゃったんだろうな。長年の夢が叶ったんだ。未来へ帰ったかもしれない。あ、鳥肌やばい。 F 先生だったのこれ。やばいってこれ。うわ、あ、ジュラ紀の草原、あ、イベント、あ、そうだったの。ドラミ、あ、お菓子の発見も足りてんのね。評判を上げる。評判はまあお菓子作ってるうちに上がるはず。 F キャラはあと13人いる。検定か。なるほどなるほど。あ、いやちょっと、もしかしてそういうことなのかな。そういうことなんだとしたら素敵すぎるんだけど。ショップ買えないね。あ、そっか、ランク10でまた あるわけだもんね。雲の休憩室、あ、雲固めるガスみたいなやつだ。バギーちゃん、あ、いるよなそりゃ。バギーちゃんはこれね、ドラえもんの映画、ドラえもん好きにおいては結構大事なやつなんですよ。派手死刑のやつじゃないですからね。あのピエロじゃないですから、バラバラの人じゃないんです、でないですから。すでに招待中。なんかあんま来ないな。マジか。コンテストもまあ頑張ればお金とか出せばいけることはまあ分かった。検定は F 先生の好みが好き、ケーキ系が食べたい。いや250ポイントもいんの。失敗できねえよそれは。なるほど。じゃあとりあえずまあいつものようにお菓子を作りましょうか。生クリームと抹茶。ほら抹茶、あー抹茶白玉パフェ。あれ F 先生もこれさ、呼べるんじゃないの、お客さんに。最後の F キャラみたいなさ、ワンチャンあるぞ。それ素敵すぎるんだけど。素敵やんすぎるよそれ。秘密道具50個達成だとしたらやばいけど。銀河、あ、遠くのお客さんが降りてくる。銀河エキスプレス結構いるな。ここ通れなくなっちゃうな。だとするとまあ回転だよな。まあどんな感じ、こんな感じでいいかな。まあ、せっかくだからまあみんなをこうガッと行かせるようにしたいけど、でも通れないんだよな。そうするとすごい難しいね。でももう元々ここ通れないのかな。ここでいいや。ここに立てて、でここにちょっと廊下を。そっか、もうあれもできるか。あの広げるやつもできるね。はい、これで廊下で、これで通れるようになったな。で、ポンプでポン。すごいな。あ、来た。あー、これ銀河エキスプレスの人だ。すごい好きなのよこの銀河エキスプレスの話、アニメの話。これ面白いよな。これも見に行った記憶があるな、子供の時。銀河エキスプレスの人は何が欲しいんだろう。かき氷、氷系ってまだ、あ、待って。これ新しいとこあるでしょ。来たー。ジュラキ。ジュラキ、何の話作品だろうな。いってらっしゃい。あ、お宝、お宝。ああ、帰った。満足。これあれなのかな、あの悟空とベジータがフュージョンしたみたいにドラえもんとのび太同時に喋んのかな。ふう、満足満足みたいな感じでいい感じで喋んのかな。おー、
のびえもんが良かったのかな。日記、日記、八つ橋か、八つ橋のジャンル。待って待って、これお宝見つけた。よし、イメージボタン。あー美味しい、これマジでうまい。あ、来てる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 、ピ、あいつら、あいつそうやって来るの。うわめっちゃ怖いやつら。あ、これあれか、ジュラ紀だからあれだ、こいつ恐竜狩りするやつだ。恐竜狩り、未来のスポーツだからな、恐竜狩り。ドラえもん言ってたからな。あ、だからのび太と竜の、のび太の恐竜のやつか。まあ勝てるとは思うけど。すげえハンターたち、恐竜狩りはするって言ってたけどな。あーでも強いな。うん、いけるいける、よしよし、いけるいけるいける。関東大ボスいるな。今までもうなんかロボットとか戦ってきたのに、ただの銃持った人だからな、未来のショッカーみたいな。な、もう絶対勝てるもんな、ヒラリマント。あー、まあでもまあまあ硬いですね。チズちゃん、あー転ばしや、案外まずいのか。お、すげえ、すごい、切った切った。案外まずいなんてことないよね。あぶねえ、危なかったんじゃない。コケルがアップして、よし、あぶねえ、エコピン、危なかったな。また F キャラに会えそうですね。立てれるものあるから立てちゃおうか。和のロッキングチェア声かたまりんの和、いいな、すっごい素敵これ。ここ置いとこうか。わ、ああ来た氷、今さら氷っておかしいけどね。じゃあまあこっからお菓子、お菓子祭りですか。これ氷で、え、なん、え、何でもいける。あ、これか、これみかん氷みたいな。あー冷凍みかん、いいね、オーダー冷凍みかんじゃん。リストロスマップで中居くんがなんか誰かの代わりに出た時にデザート冷凍みかん出してたな結局そういうのが一番うまいよなみたいな。氷系出たかとうとう。あ、またあった。え、何あいつ、モッコロくん、モッコロくん、モッコロくん、もうちょっとでね、ロじゃなくてもう一個間違えたら結構下ネタになっちゃったけど、モッコロくん繋げられないよ。モッコロくん F ポイント求めすぎ。誰、誰か来た。なんだ君、小学生、スポーツ少年団、浅草ドラヤカップという少年少女サッカー大会を入れスポンサーになれっていうことなのかな。なんかすごいこと、すごいこと言われてるけど、やりましょう、やりましょう、やりましょう。うん、これにしようかな。はい、水羊羹いいんじゃない、少年少女には必要じゃない。くるみ、めちゃくちゃいっぱいできるな。大福をパワーアップさせてください。で、ショップ増えてる？あ、とりあえず羊羹の書は買っとこう。うん、ここは OK で、未来デパートもなんか買えそうだな。どっちも買えるな。やっぱバギーの像です。あー足りない、44だった。じゃちょっと待とうか。お客さんのアイテム、イメージボタン、なんかどうなんだろうな。20万のやつもいるのかな、ちょっとわかんないけど。お菓子もう作れる。氷でどれだ、きなこ、おお、きなこだけじゃないね。でこれ、いまだに読み方、お、きなこかき氷、これ星求めてるやついたかもな。間違えた。まあ、いっか。ほいー。うわ、美味しさが半端ないよ。カレーフキャラ仲間なりそうな気がする。気のせいでした。作る。お、モナカ。白あん。で、くるみ。ああ、これが必要だったのか。くるみモナカ。まあ、和菓子には結構くるみ使われてるもんね。確かになんかジュラ紀とかっぽいよね。ジュラ紀でも取れるようななんか食材を用意してくれてんだね。それがゲットできになってんだ。これもう一度行ってもらいたいね。なんかあるもんな。ちょっと F ポイントもうやばすぎるけどな。欲しい F ポイント。
まあコンテスト出るしかないけど、でもコンテスト優勝もな必要だからな、 F ポイント。まあ待つしかないな、これある程度ちょっと待つこ、ちょっと放置の時間も必要かもしれん。水飴だけじゃないと。くるみ大事だね。くるみゆべし、ゆべし食ったことない和菓子あるもんだな。なんか名前だけは聞いたことあるけど、ゆべし。はい、まあ、求めてるキャラいないよな。ゆべし、ゆべし欲しい。あ、ゾウさんなんか求められました。誰か来た、なんか見たことある人来た。あ、冴えないし、最近読みました。お菓子の柄のスカーフを全国で売り出せませんか。絶対滑るってこれ、絶対うまくいかないことは俺は分かってるけどね、絶対に滑ると僕は思いますけども、まあ、そんなにそう言うなら、そっちがそう言うならね、僕は持ちませんけどね、その失敗分は。トレーニング、そうね、アドベンチャー飲んで、あ、トレーニングの成果いいね。アドラちゃん早いねあんま早くなさそうなやつばっかだったもんね。あ、シンプルにお金、シンプルにお金ありがたい。はい、アドベンチャー、エスパー帽子も使っていく。で、これで技術も上げる。コンテストね、思い出。はい、思い出たまったね。じゃあショップで、バギーちゃんの像、これちょっと感動なの、最後ね、ちょっとぶっ壊れちゃうみたいなのがあったりするんですよね。海底とつながるみたいなことかな。あ、氷の棚立ててませんでしたね。まあ、ここちょっと通れなくなっちゃうか。じゃあこっちに、いや待てよ、ここかな。よー、来たー。これなんだ、もじゃ効果違うわ、中堅トッピー知らん人やった。やったー、1キャラなんだな。来たー、欲しかったのね。この車掌さん可愛いよね、可愛いのよこの車掌さん。はい、いつもね大変そうだったイメージあります。あ、キーボー来ましたね。で、4人用席もまあ立てるだけ立てちゃおうか。どこ立てようかな。あ、ジャイアントとこも結構人来てるね、ありがたい。まあまあ、お菓子、まあ、面白ジャンルはもういっぱいっちゃいっぱいなんだよな。エクセン星系、あ、難しいな。どこを作りたいかってのもやっぱあると思うんだけど、まあなんとなくここら辺にいいかな。はい、スネオ頑張ってる。どんどん新しいので、改良羊羹1個だけか。1個じゃ大して改良できないんだよな、多分。ちょっともったいないね。お客さんのアイテム、空飛ぶ車、ロケット G メン来た。よい、どうぞ。で、こいつも空から来る系になると、だ、回転率が上がるんだよな。空も飛べるようになった。僕のエアカー、エアカーって感じのもんじゃなかったけどな、もっとヤバそうな。はい、スポーツ少年団、羊羹と相性合うか分からんけど、サッカー大会の優勝商品の巨大竹筒羊羹、すごいリンカーみたいなことやってる番組の。やったー、子供からのお金生々しい、見たくない。あー、ケーキもらいました。のびえもんにあげよう。のびえもんずっといるんだ。のびえもんなんかずっといるんだな。でもなんか帰ってったよな、のびえもん。なんかよく分からんな、いたりいなかったりするんだろうか。流体パーテーション、あ、いや安い、もう叶えるよそれぐらい。本屋さんがお店にあるといいかも。かわいいね、かわいいかわいい、こんぐらいのお金だったら OK です。近未来な休憩所、まあいいでしょう。雲がお店にあるといいかも。何を言ってんだこいつ。あとうとう承認欲求を満たそうとやってきたな、ドラえもん。じゃあ僕もって、そういう感じかな。じゃあちょっと誰か来た。何、犬の人、犬人間、何ですかあなたは。犬人間の人、世界宇宙機構、宇宙食に加工して銀河デビューしませんかめちゃくちゃなことだ。まあケーキのジャンルかもな、確かに。宇宙食、
懐かしいな。私も宇宙食のなんか動画を上げたことがありますね。動画というかなんというかやったことがありますよ。ああ、お願いがどんどん届いていく。なんか右のやつが手に入らなかったな。一回ちょっとそこお休みしてもいいか。他にでいちごとか今ちょっとないから、フルーツ系多分大事だから、思い出、お客さん立てる施設、あバギーのゾーン、 F 先生の、しかも意外とちっちゃい F 先生ゾーンをちょっとパワーアップさせていきたいな。じゃあここ、はい、オッケー。お、いちご。はじめまして、僕は海底人のエルと申します。あなた誰だ。海底人がなぜここに。実は僕たち海底人は大昔から時々陸へ上がって陸上人の歴史をこっそり見ていたんだけど、すごいことになってきた。陸上人と交流しながら学ぶ方が効率がいいことが分かって調査方針が変わったんだ。すごいな。ドラえもんたちに会うんじゃなくて、なんかもっと政府の人間とかに会った方がいいと俺は思うけど。陸上人、なんだあれ、八つ橋的なやつ。でももうあるんだね。食べたいお菓子ありました。エル、エル甘いもの好きだもんな、デスノートでも。やったー、ルネサンス絵画教室って書いて、あ、エスパーマミも欲しくない。医療メーカー、なんか激ヤバな、なんかスカーフかなんか作るって言ったっけ。シフォン柄のスカーフがアバンギャルドアバンギャルド、不思議。お金嬉しい。よしよし、なんかどんどん増えるな。手袋、あ、じゃあバードマンにあげよう。はい、バードマン攻撃力1800。でお願い、作品を解禁はモッコロくんはやばすぎるからダメで、思い出でちょっともらいつつ、よし、もうどんどんできるな。あ、まだちょっと持ってるのね。じゃ改良いこう。お、団子の改良。団子はまだまだパワー全然ダメですから。あ、はい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 、 F 先生ジャンルの席いいもんな。99あったもんね。来ましたね、キーボーちっちゃい頃は来てくれてたのにな。のび太と雲の王国の全員がお客になった。雲の王国はキーボーなんだ。はいはい、もうこれもあっという間ですよ。あっという間でしたね。あ、みんななんかお願いをどんどん入れてるな。運営でお客さんのお願い、もうちょっとなんか招待系いつ来んのこれ。あ、じゃあもう来てもらおうか。はい、審査員、はい、審査員じゃないけど、同じ日にあれかな、できないってことなのかな。キャプテンボン招待中、これは OK だもんね。なんかちょっと1個ぐらい、雲じゃない、雪だ、かわいい。なぜかね、藤子作品のキャラクターってなぜかなんか空き地でスキーしたがるんだよな。絶対あるからそのシーン空き地でスキーのシーン、そんな広くない空き地なのにね。噴水高っ高い高い。あ、パーテーション、本屋さん、近未来な休憩所、まあしゃあない、と立てていこうか、せっかく作ったから。本屋さんはおもちゃジャンルなのか。じゃあ本屋さんここでいいや。で、次は近未来な休憩所は近未来系ここだもんね。あ、じゃあここか。周りにこのなんか周りに出てるやつがパーセント上がるんだけども、これはこのジャンルでいいもんな。まあちょっと作りたさはあるけど、じゃないね、場所的にちょっと作れないの。おお、すごい、銀河鉄道来てる。はい空飛んでる。確かに栗まんじゅうとかのがいいんじゃないの。栗まんじゅうが宇宙にね、めちゃくちゃ倍々に増えたって話ありましたけどね。やっぱ宇宙といえば、刀もゲット。刀は
規定列、あ、めちゃくちゃいる、めちゃくちゃ戦うやついるんだな。じゃこの知らん人にあげよう、バンホーほぼシャーで立てるで、もうこれでとりあえずマックスかな。あー、まあでもこれ、あー、ピースケのトピアリーだけは立てとこう、かわいいから。エフ先生じゃん、ここよーし、魅力上がりすぎすごっ、もうエフ先生、あー、ここもなんか変わった。はい、じゃあお菓子作る、たい焼き、ニュータイ焼き、生クリームね、生クリームだけじゃないんだ、いちご、いちご、ストロー、うおーこれちょっと、これ映えるね。どう立ってんだこれ、立たないだろこれ、何かないと映えすぎだなこれ、おえーっていうね。実際あるよね、本当の魚のなんか口の中になんかなんかいろんな調味料とか入れる料理、激ヤバ料理すごいよな、なんか何でもあるなって思うけど。もう一度行く、ゼロのやつのとこに行くべきなんだよな結局。改良、団子の改良、団子はもうどんどん改良しちゃって、でトレーニング今挟んでもいいね。難しいな、ルームスイマー、はい、でスパー帽子、はい、オッケー。で、コンテストもいいけどな、 F キャラがまあまだ全然足りてないんだよな。未来デパートいける？お、雲の休憩室いけるんだ、雲固めガス。じゃあせっかくだからこれも立てちゃおう。うわーすごい、雲の、これも SF ジャンルなんだな、 SF ジャンル多いね。まあ、どうしても SF になる、なりがちなのかな。あー、でもここ喫茶店系だからな、あんまりこう。じゃあここ、これパワーアップさせて。はい。セーブして。忙しい、忙しい。検定、コンテスト。今はやってもいい。お、すごい !210 超えてる。これはいけるわ !F じゃん。で、飾り付けもまあ、ほどほどに。すごいな、もうなんかドラえもん系の飾りだらけになってきてるけど。30、まあいいでしょ、ここ頑張ろう。50万はちょっとダメだわ、それやりすぎ。なんか全体的に B とかにするべきなんだよな絶対。はい、まだ全然足りないな、2万じゃ足りない。うわー、50万はちょっとな。あ、 BBCB いける、これならいけるはず。でちょっと伸びただな、あー258、あー伸びた、やードラえもんだな。うん、かき氷のジャンル増えたから、それでコンテストで、うん、いけるねこれ、もう勝ってるもんね。こんぐらいもともとあった余裕でいけるんだな。いや、上級もいけるようになりましたよ、皆さん。しかも上級も圧勝。はい。F だな、F 欲しい。350の F めっちゃ欲しい。やったーマジか、なんか滑っちゃった。もうちょっと待ってよかったな。まあ、ポイントで、まあ、ポイントでまだよかったけど。やったわ、俺。コンテスト。まあ、上級もいいんだけど、初級あるよね。ほら。余裕の初級、もうこのまま出ちゃうもんね。でここで伸びたとかちょっと上げよう。はい、ポン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 、ここは余裕ですから。はいはいはい、もうデッキレースなのよね、小学生の大会の大人出てるみたいな感じです。これはこれはね、よし、このコインが一番美味しい気がする。 F でもいいけど、まあコインが美味しそう。はい、のび太の気力上げる。もうこのまま中級いっちゃうべきでしょ、これ。このまま、中級。ああ、もうこんなんいけるいける。うん、このままで、まあ一応ちょっと、まあ一応ね、まあまあ一応得意なやつぐらいにはしとこうか。EEED だけど大丈夫かな。まあまあいけるはずいけるはず。得意。まあこれは、じゃあいいかな。まあこれもまあ100点ですからね。
中級まではマジで余裕だね。冷凍みかんでこっち勝負してるからジャイアン尖ってるね。はい、あっしょー。中級と上級の差半端ないな。あー F 欲しい。どうどう、あー超えてるか。くっそー、一番いらん。こればっかりは仕方ないな。で、もうこれ、あ、でもチーズも、あーチーズもなんか200ぐらいあればまあいいんだよな。これもまあこのお金で参加できるって考えたらまあ可能性は全然あるな。ケーキいきましょう。でこれはちょっと BBBA はやんなきゃいけない。うん、これまあまあ高いのいこう。10万、高えな。しゃあない。3万、あ、これはもう3万でいいね。はいはいはい、 BBB でこれかな。 BADB どうだろう、大丈夫かな、ちょっと不安。しずかちゃん得意、まあしずかちゃんだな、得意なんだったら。ケーキ系はしずちゃん、どう。あー、いやなんだ、いけんじゃない。よし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 、まあ、元が高かったからな結構。いやマジで上級とかもいけるようになるんだな、すごいね。なんかいけるようになるんだ、あんなに無理だったのに感がある。一番上狙おう。どう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 、いけいけいけ、よっしゃー、オッケー、あぶねー、やったー。350、これでかいでかい。これ使うからな結局。でコンテスト、これを使ってたい焼き、たい焼きは盛ればいけると思う。飾り付けをまだケチってたから俺あの頃。ケチっちゃダメ。こんぐらいではいいでしょ。でうん、10万ぐらいはもう払わなきゃダメなのよ。でほらもうケチってるもん俺。あー、もうこれはこれ6万、お金なくなったな。うん、こんぐらい。あー、これはもういける。結局こういうとこだから。ジャイアンが得意らしいのでジャイに生かします。おー、ちょっと、うんうん、あー、うん、ちょっとどうだ。常連客来い、常連客集まれ大正5年創業浅草どら屋、常連客集まってくれ。いやー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。審査員に握らせた1万円聞いた1ポイントじゃん。うーん、 F だな。350欲しい。あ、ダメだ、うんこだった、一番うんこ引いた。まあいいだろういいだろういいだろう。よしよし、オッケー。さて、あ、雪が、じゃあ雪立てましょうか。なんか起こりそうだなこれ雪。ここかな。はい、で立てるはもうこんだけでしょ。で手伝い、まあ、コンテストはちょっと一回もう休む感じでいいと思うな。コンテストはもう今ちょっときつい。アイテムは今もない。ああ、じゃあもうやりたいことをとりあえず、行っちゃったかな。F ポイントも今ない。500、500だもんな。うん、今ちょっと待ちだな。キャプテンボーンはすでに招待中か。一回ちょっと待ち入りまーす。あぶねえ。ギリだった。しかも間違えて F ポイントめっちゃ使っちゃったよ。ちょっともったいなかったな。まあその分もらえると信じていろいろ。どら焼きの書ゲット。はい、戻ってきました。ありがとう。未来コイン増えたな。アイテム、トロフィー。なんだこれ。もうラストだったのかな。トロフィー。トロフィーが20万のやつはいないのかな。いないのか、たまたまいないのか、どっちかわかんないけど。はい、どら焼き、S ランクにどんどんしといてください。じゃあまた、持ってない系のところに行ってもらおう。これかな、ジュラキ。
さてまたお菓子作れるのがいっぱいできるので、かき氷系ちょっとどんどん作っちゃおうか。これ宇治金時でしょ、抹茶。あ、これもうまいよね。ただかき氷って多いよね、店で食うと。こんな量いらないんだよな、毎回いつも思うけど。半分ぐらいが本当にでかって、たまにファミレスとかでなんか買ってる人とかいるけど、でかって思うもん。よくあんな食えんなみたいな。きたー、なんかいろいろ間違えた勇者の人、鈴木太郎。一人ぼっちのリトルウォーズかな、リトルじゃないか、宇宙戦争。はい、また新たなキャラが増えてくれました。氷、抹茶、また抹茶、抹茶とクリームチーズ。なんだ、なにこれ、マスカルポーネ氷。聞いたことないよ、おしゃれすぎるよ。なんだマスカルポーネって。あんまチーズなんかかけてほしいとは思わないな、かき氷に。俺だけかな、なんかあんまり。ちょっと、はい、かき氷ジャンルで、お菓子まだ作れます。ケーキ系か、生クリーム。あー、もう抹茶ケーキね、やっぱ抹茶なんだよな、結局和菓子屋だから。抹茶ロールケーキか。とにかく抹茶使うんだな。抹茶は全ジャンルありそうだよね。はい、そしてまだ作れる新商品、寒天。抹茶、もう抹茶なのよ、間違えた。とにかく抹茶なの、このゲームは。抹茶ゲーです。とにかく抹茶で美味しいの作りましょう。抹茶といちご、いちごも結構使うの。わっ、あんこ玉。マカロンかと思っちゃった。さすがに和菓子屋でマカロンは売らないかな。はい、はいはい、あんこ玉初めて見たな。ああ、もうちょっとなくなっちゃったね、これ。トレーニングがガッとできるね。技術とかとにかく大事だ。まあ一回いいか。ああ、今日が終わりますね。4週目だからまたあれがあるかな。あ、かき氷のやつも拾ってきたか。ゼロのやつ、今ゼロのやつ。ああ、抹茶抹茶か、まあ、一応抹茶拾ってきてもらうか。とにかく抹茶ゲーですね。あー、みんな帰って、評判もすげー高い。スネオ残業してる、頑張ってるスネオ。みんな帰ってるのに。あー、それ、これどうだ。おお、7位まで来た、儲かってんね。いや、でもこれ倍、四つ越デパートを超えるためには倍だもんな。責任重大ですよこれ。まあ F かな、今は F かな。あー、ランク上がんないと使えないからな、未来コインは。すげえ、上がってってる。1日で399の F ポイントがゲットできんだな。あ、ドラニコフみたいになってる、ドラちゃん。さて、じゃあどうしようかな。一回じゃあちょっとショップ行って、あー、いいねいいね。まあこういうのは買うでしょ、もちろん。で、これはもう大事。はい、氷頑張ってくれた。もうスネオ帰るな帰るな帰るな、お前まだやることあるからお前まだやることあるから。で、立てるはもう全部立てたのか。じゃあまあ一回手伝い、運営、もうランクアップは。あ、でもまだか。 F キャラをプラス8人、評判はまあ作っていて、検定か。検定呼んでみる？どうだろうな。ケーキ系250で参加か。もう全然ダメなんだな。足りないな。とにかくちょっと待ちながら、絵画コールの審査員がいない。誰か助けて。ただお金。本当に本当にこう君だかな、はるばるさん本当に合ってるかな。使ってみようかな、もしもボックス。全員お客さんが全員のび太だった暇だから使ってみようかな。これ一回やめて、もう一回やると、あ、すごい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 。
すごいすごい、ノビこれ面白いな。お客さんが全員ノビエモンだったらいいな。いや怖い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 、ノビエモンのノビエモンの星になっちゃってる。これやばいことなってんな。これそういうのができるわけだ。あー、まあ、どら焼き、そう、お餅系をちょっと13で取ってきてもらうみたいな。やばいな、大変なことになってるな気持ち悪ちょっと気持ち悪いよ、のびえもんだらけ。あ、あの先は大丈夫なんだ。はい、スネオ頑張ってくれました。はい、でまだあるから、スネオお前まだ仕事あっから。大福すげえ、あああ、すごいことなってる、すごいこと、全部のびえもんなってる。ああ、お客が全員のびえもんになっちゃってる。もしもボックス、怖い怖いよ。どうだ、ここに来てるかな。ウサギは、あ、ウサギ来てる。これこれウォーリー探せみたいになっちゃってるよ。これウォーリー探せの最後のページのねえ、こいつらキャラクター、同じキャラクターの中に一人だけいるみたいな、そういう状態になっちゃってる。はい、行ってくれるかな。全員先生も面白かったかな、それはそれで。まあ、この羊羹とか取ってきてもらうとかも多分いいんだよな。さあ、とうとうウサギさんが仲間になりそうですよ。ゆっくり来てる、ゆっくり。さあ、どうだ、そこの席で大丈夫かそこの席で大丈夫か。まあでも多分余裕よな。え、好きなジャンル、危な、間違えたとこに俺呼んでるんじゃないの。好きなジャンル、他がマックスだからなんとかなった。やったー、ヒョンヒョロー、ヒョンヒョロー、ウサギが仲間になりました。でこれでアイテムのヒョンヒョロをウサギさんにあげれる。はい、これは大喜びですよ。うん、お、新しいストーリー、ヒョンヒョロ、怖いのよこいつ本当に。こんにちは、ヒョンヒョロ見かけなかったですか。さっきあげたのがヒョンヒョロだろう。キャッ、大きなウサギさん、のび太さん、ヒョンヒョロって何かしら。さっき通った男の子がヒョンヒョロ、空からお星様がどうかって騒いだけど、それかな。きっとそれに違いないです。その男の子はどこに行きましたか。あっちだよ。ご協力ありがとうございます。さようなら。はっ、びっくりした、大きな着ぐるみだったわね。でもよく見たら可愛いウサギさんだったわ。そうかな、近くでサーカスでもあるのかもしれないね。いろんな勘違いが生まれてる、ヒョンヒョロのストーリーが。誰、小池さんか、あなた誰。駅の売店、いやなんかいわゆる普通のうん、よくある依頼が来たな。いや、そうあるべきみたいな依頼が来たわ。琥珀糖いいんじゃない、おしゃれだから。はいはいはい、どんどんパワーアップさせちゃってよ。スネオ、君にはまだまだ仕事があるんだ。モナカも改良しちゃってください。いや、これもう無限にできちゃうね、発動中。ん、あ、できすぎがパワーアップしてくれました。お客さんお願い。こいつはまだ招待できてないよな。少し不思議ね、少し。これ間違いがちだからな。まあ途中で変わっちゃったりもするんだよな、いろんなものを やってるうちに。これが少し不思議で完璧な魅力マックスのやつ。はいはいはい、これはもう確実に呼べそうだ。でお金73万円か。コールドスリープ、こいつら金かかることすんの、何なんだこいつら本当に、まあ、ゴーダー、あ、これいいな。これ結局なんか返してもらえるのがでかいんだよな。はい、まあこういうとこ連れてってって感じだな。じゃあちょっと待ちます。怖っのびえもんしかいない。さあ、ピラミッド建てるなりましたもういよいよ意味わかんなくなってきたけど、でまあいろいろ、まあお金も貯まってき
たんだけど、もう意味は、いよいよ意味わからんな。まあまあ、周囲のやつ上がるんだけど、まあここら辺にちょっと立てるだけ立てて、まあ道がないのか。見に行くやつもいるってことだよな。まあ一応まあ見るか。和菓子屋にピラミッドあったら行くか、みんな。はい、これで OK。で、今ちょっと誰かが、あれだね、ここに来てくれてるんで、どこだ？スネはずっと頑張ってます。ケーキ系をちょっとアップさせる。次の検定がケーキ系だから、ケーキの書が手に入るとこに行きたいんだけど、ケーキの書が手に入るとこ、もしかしてないか？ないかもなあ。これか。これがケーキの書か。じゃあ、ここにまあ、極力行ってもらう感じにしましょう。スネは相変わらず頑張ってます。もう B ぐらいのジャンルになってきたね。で、これ行って、これをアップさせるの繰り返しで全体的にアップを図ると。お、来た！どうだ？あー、余裕だね、これ。あー、もうおしるこがの品質が良くなかったけど。よし！キャプテンボーン！これもまあ、何かの漫画のキャラなんでしょう。キャプテンボンの。よしよしよし。F キャラが一人増えてくれた。F キャラまだまだ足りないからな。おそらくラスト、次回ラストとかに なるような気はしてるんだけどね。どうですかね。で、じゃあ、検定をちょっと。和菓子屋検定の F 先生好み。250かかるからな。審査員やば。何あいつ。ロボコンなのかカネゴンなのか、なんかやばそうなやつが。次週来てくれるらしいですね。じゃあ、今回はこれぐらいにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。2時間ぐらいやっちゃったな。まあ、どんぐらいになるかわかんないけど。これもちょっと一回チャレンジしようかな。チャレンジして終わろうかな。まあ、350のスネ夫に行ってもらって、お菓子置かないことにはもう、でも A とかばっかなんだよな。もう A 置いたらもう F450 飛ぶのよ。置くわけにいかんのよね。もう置いたら終わるもん。置いたら死ぬ。で、手伝いを呼ぶ。で、お客の出現のやつアップ置くでしょ。で、お菓子まだちょっと足りん。あ、てか、これも、こっちも置けんじゃん。あ、なんだなんだ。こっちも置けるわ。で、お菓子をもうちょっと置きたい。F たまれ、時間で。うん、お菓子もうちょっと置きたいな。冷凍みかん置こう。で、手伝いを、移動速度アップを一人使おう。みんなが速くなる。404。あ、でも足りそうだな、これ。うん、なんとかなりそう。で、お客出現度アップ、パーマン。まあ足りるか。あと30秒で500人超えてるから、まあなんとかなりそうな気はする。スピードアップ、うん、いけたね。オッケーオッケー。まあこれオーバーキルすると書がいっぱいもらえたりするんだけど、下がいなくなったらみんな疲れちゃうんだな。まあいけるかな、これ。うん、いや大丈夫か。案外怖いぞ。案外普通に怖いな。 B ランクぐらい置いとこう。ちょっと案外まずいまずい。お客出現率アップ。え、大丈夫本当大丈夫。待って、移動速度アップ。あ、来て、早く、待って、危ねー。もうギリギリじゃん。調整うまいまであるわ、なんなら。あー、いっぱいもらった。危ねー、今のマジで危なかったな。でも F ポイント結構使ってるから、失敗するわけにはいかんからな、マジで。危なかったですね。はぁ、OK。じゃあ、ケーキの改良で、そうね、ケーキ検定に必要だから。はい、じゃあ、次回、またやっていきたいと思います。まあ、次回はもう10だな。うん、
はい、次回は10ですね。あと F キャラ6人で、検定はまあいける。でなんか新しいお菓子とかがねもう全く作れない状態なんで、あんま評判をね上げることはできないな。施設を増やすしかなさそうだね。まあでもあと180ぐらいだからなんとかなるような気はする。はい、ということでこんな感じです。お疲れ様でした。次回に続きます。もしかしたらラストかもしれません。 F 先生ラスト呼びたいな。